右は大丈夫？死ぬかと思った。この王さの白状者、いつもこんなことやってるわけ？いや、さすがに剣を持った剣気なんて大物相手にすることはめったにないわよ。今日はしんどかったわ。おっ、あそこに見えるのナミじゃない？ナミ？翔子さん、おはようございます。あやしろ、その顔色。また見てしまいました。見たって幽霊？では今朝は走る代わりに座ってみてはいかがかな？座る？お忘れかな？うちは禅寺ですぞ。確かに毘沙門様がご本尊なんですね。寺に歴史ありというやつじゃな。正心寺が建立寺からずっと禅寺であったら、毘沙門天の像ではなかったのではないかの。昔は違う宗派だったんですね。確か天台宗ではなかったかな。とにかく正心寺建立以来の歴史と伝統あるご本尊なのじゃよ。お顔もいいですし、これは相当評価の高い仏像なんでしょうね。あ、もしかして国宝級ってやつですか？国宝になったりしたら参拝客も増えてお寺も綺麗になるかもですよ。ああ、いかんいかん。しかるべきところに通報するのはおやめくだされ。通報？しやこの仏像。いやいや、今のは失言じゃった。単なる言葉のあやですから、お気になさらずに。この毘沙門天像は大昔から正信寺にある由緒正しい一品ですぞ。それでは何故問題が？下手なものに認定されると、それを安置するのにふさわしい設備が必要になるらしいんじゃ。警備会社や地震火災、その他の対策。うわあ、設備投資にお金かかりそうですね。ある噂によると寄付がもらえるそうなんじゃが、ある噂によると没収されてしまうそうな。ああ、恐ろしい。やれやれ、全部貧乏が悪いんですね。毘沙門天でもあるクンビーラは富と財宝を司る神でもあるはずなんじゃが、当寺院へのご利益はもっぱら武力に偏っておるらしい。ちなみに毘沙門天は鬼門を守護する戦神として知られておる。例えば京都の鬼門を守るのは鞍馬寺の毘沙門天じゃ。ところでお嬢さん方、意をもって意を制するという言葉を知っておるかな？毘沙門天ももともとは水の眷属を率いる夜叉、いわゆる鬼の首魁だったわけじゃ。質問よろしいでしょうか？何ですかな、副部長さん。毘沙門様が水の眷属を率いているとどうしてわかるんですか？毘沙門天が持っておられる武器、わかりますかな？三つ股の矛ですね。三叉戟というのは東西問わず水に関係する神仏が武器としてよく使っておるものなんじゃよ。ギリシア神話のポセイドンもなんかそんな感じの武器持ってました。漫画で、ゲームで。ちなみに竜宮の竜王も御仏の教えに強化された存在ですから、毘沙門天とほぼ同じですな。なんだか気分的に妙に長かった気がするわ。足しびれました。走っていた方が楽だったかもしれません。やあやあ、皆さんお疲れ様。朝ごはんができましたよ。ってちゃん、なんでそんな目で見るのかな。そういえばザワッチは座ってなかった。だって私朝ごはん作ってたし。ところでももちーはなんで立ち上がらないのかな。それはですね、座禅の楽しさ素晴らしさを知った私たちはただいま絶賛毘沙門天のかごぞあるキャンペーンを実施中でございまして。なるほどなるほど、しびれたわけだ。うわー、何やら嫌な予感。ところでももっち、しびれるって漢字、山あいだれに癒やしいって書くんだけどさ、病よね。ムラムラと身を焦がす欲望に身を任せ、こうして人の足を触らずにはいられない病気だなんて。ミギーさん、この断末魔めいた悲鳴って心底心がしびれるわよね。大丈夫大丈夫、命までは取らないから。まさに心の病気よね、この変態。あらあら、上下関係が理解できないおバカさんはどこの誰かな？なんだオサ、オサもさっきから座りっぱなしじゃない。オサってば自分に注意引きつけてももちかばおうとしてる？それとも自分がいじめられて喜ぶタイプだったわけ？ちなみに手辺に楽しむでくすぐると読むのだよ。この手で一緒に楽しもうじゃないの。なーに、すぐに涙ながらに笑い転げることになるわ。手辺に楽しむでムチ打つって意味もあるわよね。それって楽しいのかしら。さすがしょうこさん、イニシャル S。 そういう右輪さんはイニシャル M。 反撃されるの分かってて私にちょっかいかけてくださる。やれやれですね。ザワッチ、ご飯行こう。しょうこ先輩とみぎわさんって仲いいのかな。今朝も朝からボリュームあるわね。お刺身、今朝までが限度かなって思ったので。ところで天気のことなんじゃがの。きな低気圧が近づいており、というわけなんじゃ。お天気が持ちそうなのは今日いっぱいまでですか。うちが雨風なんぞにびくともしない立派な寺ならよかったんじゃがの。合宿少し繰り上げた方がいいみたいですね。ですけどそういう時こそ人手があった方がいいんじゃないですか。お嬢さんらが屈強な雲水ならわしも遠慮なくこき使ったじゃろうがの。なに節操一人。ああ、いや節操と小さいお嬢さん一人ぐらいならどうとでもなるわい。もし寺の屋根が吹き飛ぶようなことがあったら近場の檀家に避難するのでな。さすがにこれだけの大人数ですと田舎の家が広くてもちょっと入りきれんわい。はい、そういうわけでみんな帰りが早まったって各自連絡しておいて。今日は練習なしで自由時間にするけど荷物をまとめたりお掃除はしっかりやって。けどさ、そういう感じの話なら外行って話した方がいいかもね。壁に耳あり障子に目あり。夏姉さんが持ってたあれ、あれって一体何なわけ？あれが剣よ。大昔から支店の者が徳川の軍門に下り鬼切部支店党として組み込まれるより前から封印し続けてきた呪いの剣。いや逆ね、支店党は剣を封じるためだけに作られた。剣を封じることが天を守ることにつながるとされてきた。ちなみに剣の存在は鬼切部の一番偉い人も知らない。存在自体は知っていてもステントウが封じているということは知らないはず。世間一般的には失われたことになってるから。呪いの効果は様々。頭痛、めまい、吐き気、手足の震え、倦怠感。それって風邪の諸症状？抜本的な対策がないってたちの悪いあたりは似てるかもね。治療薬作ったら表彰もんだって言うし。とりあえず持っていると危ないものよ。剣の形をしているから単なる武器だって固定観念持ってるけど、あれは力というか呪いのような力の結晶なのよ。それにつけても不思議なのは、長が私より影響を受けてないってことね。そうなの？ダメだ、体がバランス。あれ、実際のところ一般人なら混沌ものよ。えっ、じゃあ私に特別な耐性があるなら。ま、確かにそういう人の協力があるとありがたいことはありがたいんだけどさ、あいにくと間に合ってるんだわ。は？何それ？剣の森手とかいうその道のベテランがすでにこっちに来てるらしいのよ。そういうわけで一般人の方はお引き取りくださいな。ん？じゃあ勝手にさせてもらうわ、今まで通り。へえ、生き残れたらいいわね、おさ。あ、いたいた、やっぱりこっちにいましたか、桃子。一緒にどうですか？ああ、いや私はいいや、水着持ってないし。ぱりこれは照れるわね。よく似合っていますよ。ホサ先輩、ブラボーです。暑いわね。そうですか？やっぱりスタイルいいと違いますよね。私もビキニなんですけど、この差は一体何なんですか？何と言われても。そんなに特別なものは食べてないけど、だいたい食べ物云々なら休みと同じの食べてるわけでしょ。人それぞれだと思うよ。休み、何やってるの？翔子先輩か、びっくりした。それは？あ、ビーチボールです。今膨らませてたところなんですけど。空き入れとかないと結構大変ですよね。あなた体力ないんだから、そんなの桃子にやってもらえばいいじゃない。桃ちゃんはちょっとお寺の方に戻ってまして。まったく、ちょっとそれ貸して。私がやるわ。私のせいかも。暑いわね。はい、倒れないように気をつけなさいよ。はい無理して取らなくてもいいわよ。小さいからって舐めてもらっては困りますね。この秋田桃子、中学時代は男子より飛ぶ女としてクラスじゃ恐れられたものですよ。砂浜ならまだともかく、膝まである海で飛べるわけないじゃない。水を、塩水を飲みました。ナミちゃん大丈夫？うわ、桃子ちゃん大丈夫ですか？やるしかないか。ナミ、逃げるわよ。ナミ。